テストアの年ではリットと会って以降はあまり情報がなかったわね。そうね。あなたポケットで何か光ってるわよ。聞いてみましょう。通信つないでもらえる？どうしたの？そう、ちょっと待ってて。気になったみたいでよかったわ。大丈夫？はい、大丈夫です。それで隣の方はどなたですか？あ、そうよね、紹介するわ。私の新しい秘書官よ。新しいなんて、最初からいたことないのに。うるさい。こんな状況でも皆さんはいつも通りなんですね。少し安心しました。ええ、武将たちもやっぱり混乱してるの？ええ、女神様たちとの関係性がなくなり、みんな自分勝手に過ごしているようです。それは困ったものね。はい。あ、そういえばノアール様は私に用があるそうですが。あ、そうね、話があるの。ルストア、あなた何かに巻き込まれたみたいだけど、本当に覚えてないの？はい、少し前のことならわかるんですけど、倒れた際のことは全くわかりません。どうやって自分の都市に帰ってきたかも。そう、少しでもいいの、手がかりになるようなことは思い出せない？あ、少しだけ覚えていることがありました。本当？あなたがよければ教えてもらってもいいかしら？はい、確かリーファイさんの都市を回って、それから思い出せません。そう。あ、いえ、これくらいなら大丈夫です。でも、私のために怒ってくださってありがとうございます。あと、女神様の秘書官さんが守護武将に敬語というのは不自然だと思います。あ、そうかもね。ですから、私のことは気軽にレストアと呼んでください。様と言われてもあまりピンときませんし。
ありがとうございます、秘書官様。秘書官様って、そんな扱いしないでいいのよ、秘書官なんだし。いえ、礼儀ですから。ダメですか、ノアール様。かわいい。それとこっちはもう私だけで大丈夫そうだから、ベールもそっちに向かわせるわ。私の妹になってくださいまし。ちょ、ベール暴れ。仕方ないわね、レストアはこの年にも来てたらしいし、ちょっと聞いて回ってみましょう。せっかく合流しましたのに進展ないですわね。そうね、やっぱりそう簡単には見つからないか。おお、そこのお二人さん、デートある？違うわよ、どこから見たらそう見えるのよ。どこから見てもある。まあ男女が並んで歩いていればそういう風に見えないこともないですわね。ちょっとベール、強者との戦いに備えておく、これは至極当然のことあるよ。私は私より強い奴に会いたいある。さっきから怪しいと踏んではいたけど、あなたリーファイね。バレても仕方ないわね。正々堂々変装して不意打ちしてる時点ですでに正々堂々じゃないわよ。しまった、ある。まあそっち二人は卑怯あるよ。改めて正々堂々勝負ある。まったく困ったわね、いろいろ思うところあるけど、こうなったら仕方ないわ。やってやろうじゃない。
こちらですわね。行きますわよ。みんなまとめて串刺しですわ。程度なら落ちるね。
さあ行きましょう。この動きについてこれるかしら。強い人に出会えたんだから結果オーライじゃない。そういう問題じゃないやろ。まあいいわ。少し聞きたいことがあるんだけどいいかしら。何やるか。歯医者に情けはいらないやろ。単刀直入に聞くけど、レストアを襲ったのはあなたなの？何の話あるか？レストアが誰かに襲われたの。あなたそれに関係してるんじゃないの？違うある。レストアには勝負を挑もうとしたけど逃げられた。あるよ。逃げられた？じゃあ、直接戦ったりしてないのね。そうある。次に会ったら絶対戦いたいと思ってたあるよ。なるほど。あなたは何も知らないの？それともレストアに関して何か知っていることがあるの？その時にディットの仲間みたいな奴らがレストアのことを探してると言ってた。ある。ここでリットか。次はあの子の都市に行く必要がありそうね。というわけで私は帰る。ある。待ちなさい。そこで伸びてる秘書官の借りをまだ返してないわよね。やめろ。ある。来るなー。
わけで、どうしてやろうかしらね。暴力反対ある。それあなたが言うことじゃないでしょ。勝負しようというわけね。ミスコン本気で出場するアルカ。何よリーファイ、自分で言い出したことじゃないの。それならやってやるアル。よし、それじゃあ早速会場に向かいましょう。気にはなったかしらね。